すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい。はじめしゃちょーさんと YouTube で動画で共演してましたけど、はい。ちょっとそこに関してちょっとお伺いしたいんですよ。いやー、どこまで訴えれるかわからないですけど。2億回言ってましたけど、もうかなりの方が亡くなってるんですよ、今。で、だからちょっと判断が早すぎたんじゃないかなと思うんですけど、その辺の反省はないんですかね。ここは、何でしょう、地元の事務所なんで、はそういう、そう、なんて言うんでしょうね、そういうの分からないわけですよ。い。わからない。東京にも出ましまあ、たんで医す療け的ど。なものがね、判断が早かっただとか、そういうのは、私が迂闊に何とも言えないところですので、まあ、そういうご意見がね、ネット上にもあるっていうのは承知しておりますのでね。ちょっと早すぎたんじゃないかなと思うので、ちょっと、まあ、逆に、誰も死んでないっていう、亡くなってないっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、打ってて救われる人もいるっていう部分も逆にはあるのかなとは思ったりするところもあるんですけど、ただ今、ネット上で言われてるのはね、じゃあ確実に安全で打っても亡くならないよっていうところが、まあ、気になってるところというか、問題だろうとおっしゃってると思いますので。でも一人も死んでないって言ってますよね。だそれをちょっと言い過ぎじゃないかなと思うんですよ。だそこの反省をしてもらわないと困りますよね、国民としては。そういう意味では今後のところもあると思いますしね、まあ、そういうご意見がありましたということで、わかりました。はい、すいません。ありがとうございます。どうもすいません、失礼いたします。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、はじめしゃちょーさんと YouTube で、動画で話されたことについてなんですけど、打って一人も死んでないって言ってましたけど、もう実際もう死んでますよね。だこれ判断がちょっと早すぎたんじゃないかなと思うんですけど、その辺聞きたいんですけど、どうですかね。その動画はですね、その前の大臣の時に公務で撮っていただいたものでして、すみません、ちょっとこちらかけていただいているのが、その国会議員としての事務所なもので、その国会議員としての、業務と申しますか、でないとちょっとわからないんですけれども。でも大臣として発言したんですよね。そうですね、その当時、そうですね、大臣として。これちょっと判断が早すぎたんじゃないかなと思うんですよね、どう考えても。すみません、そうしました。ちょっと伝えることは伝えますけれども、すみません、ちょっとこちらではわからないんですけれど。すいません、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。